なんかこう言ってみるもんですね。2019年全日本の雪のラリー出たいななんていうのは去年の秋頃ボソッと言ったら実現してしまって、まあ、多くの人の協力あってこそなんですけども、自分にとってやっぱり雪の運転って18歳で免許取ってスキーに行ってたんで、まあ、雪で最初にドラテコを身につけたっていうのがもう出発点なんでね、雪のラリーっていうのはすごく自分にとって大事なんですけど、まあ、今までチームスバルでワークスでレオネで戦ってた時に、まあ、あまりにもパワーがないんで、ただ武器が4駆だったからDCCS とか志賀高原とか北海道のラリーでは勝ってるんですけど、雪のないラリーでレオネで勝った記憶ないのね。だから雪こそはっていうのはあるんですけど、ただ最近はスパイクタイヤが禁止されたので、チェーンで走ったりとかスタッドレスで走ったりとか、もう昔とは全然様子が変わってるんですね。ですから、まあちょっと今日これから夜のセクション、5つ SS あるんですけども、まあ、全コースチェーンを巻きなさいと、まあ、四駆のインプレッサーはチェーンいらないんですけど、まあ、FF とか FR はチェーンがないとちょっと雪の深いところスタックしちゃいますからね。ですからチェーン巻いて、リエゾンではチェーンを外してみたいなことで、今晩これから何回タイヤ交換やるのかなってちょっとそこは恐怖ですけど、まあ、非常になんか楽しそうなラリーなんで、体力の続く限り3日間頑張りたいと思います。はい、おはようございます。全日本嬬恋ウィンターラリーですね。私自身は、まあ、冬のラリーはもう本当30何年ぶりなんですけど、同じチームというかビッツの CVT で戦っている全日本で頑張っている大倉選手です。おはようございます、はい、2日目昨日夜のセクション、はい、なんかかっ飛ばしてましたねそうですね、非常にアイスとターマックと混在する非常に難しいコンディションでしたね、うん、もういけいけ、はい、そうですね、チェーンの走行って僕も初めてなんですよ、うん、なんでウィンターラリー自体も僕も初めてなんですけれども、非常にやっぱ車の制御は難しいですね、うん、なので結構思い切って入っていかないと逆にちょっとアンダーオーバーがすごく、ちょっとなんかそのマル秘テクニック教えてよサイドブレーキ引いたりしてるの？サイドブレーキも引きます。途中で引いたりもしますし、うん、左足でブレーキでこうフロント、とりあえずフロントをこうインからやっぱ逃がさない方がやっぱ効率がいいっていうんですかね、ちょっと雪をうまく踏んでいかないといけないかなっていう感じがします。頑張ります、はい、でも CVT いいね。はい、非常にコントロール性がいいので、はい、面白いですね、乗ってて、まあ、今まで食わず嫌いだったんだないや全日本過酷だったね。雪20回タイヤ交換やったけどね、まあチェーン、うん、まあでもね、やっぱり速い連中はやっぱ速いしね、車もやっぱ細かいところこういう雪のラインに合わせてタイヤとかチェーンとかね、いろいろ細かいところやってるんだけど、やっぱラリーはねタフだし面白いね、奥が深い。一発ミスするともう3日間のイベント終わっちゃうからね、そういう意味でもう精神的にタフじゃないとできないし、まあ、車もかなりね頑丈に作っとかないとダメだし、まあ、今回いろいろあったけど、まあ、ミスらしいミスは1回チェーンが切れて、途中 SS2 つ走り切らなきゃいけなかったんで、左フェンダーぐちゃぐちゃにしちゃったんで、そのぐらいかな。まあ自分的には3日間ドライバー的にはノーミスだったから、スピンとかクラッシュなかったからよかったんだけど、はい、ってことです。